ザスキラジオ。祝日ですね、はい、月曜日、火曜日、日曜日じゃない、これは去年の使い回しがバレる。はい、パトスカフェ、板橋グリーンフォール大会スペシャルでございます。よろしくお願いします。はい、天皇誕生日です。そう、天皇誕生日で、去年はね、日曜だったんでね、本当に。そうですね、天皇誕生日だったけど、日曜日だった。そう、ちょっとチラシが日曜日になってますが、実は火曜日の祝日ということでございます。そうです、一度はい、ほぼ出来上がった時に、フリーズ、はい、エラー、さよならで心がポキッと折れて、2回目直すの忘れました。もうね、心が本当にポキッと音がしたんで。ポキッと音がした。今大丈夫ですか？今大丈夫です。昨日もう一度、ね、ポキッと折れた心をつなぎ直して、はい、もう一回やった結果、祝日を直すの忘れる。というわけで、またね、またまた緊急事態宣言がね、出ちゃいましたね。本当ですね、もう勘弁してほしいですね。そうそうね、もう勘弁してほしいです。あと、その前でもね、今、ゆいがさんがね、挙げています。2月23日ですね、火曜日祝日、北橋グリーンホール大会ですね。17時会場、17時30分開始ということですね。はい。最前列4500円、自由席4000円ということです。中高生が1000円で、65歳以上が2000円ということですね。小学生以下は保護者同伴で無料ということですね。はい、最低熱が残りわずかなんでしたっけ？そうですね、だいぶ。あ、だいぶ売れてる。だいぶ。おー、すごい。減りましたが、自由席はたくさんあります。空席以外は満席ということで。そうそうそう。空席以外は満席。自由席は死ぬほどいっぱいありますから。まあ、そう言うてもね、やっぱコロナ排斥なんで、そう、普段の、ね、グリーンホールの半分なんで。で、多分ね、この指定席の人たちってもう、見たいから早く買うけど、自由席の人たちってその緊急事態宣言の兼ね合いとかでまだ迷ってるっていうのがあると思うので、うん、あ、それはあるでしょう ね。また延長するかどうかでまた変わってくるだろうし、うんうん、ちなみにあれですか、コロナ対策はどんな感じでやるんですか？コロナ対策は前回同様に、株式会社東商会様と株式会社ナディア様の、光触媒抗菌と空間除菌を、入り口でプシューってやってたやつ、あれをまたやっていただきます。すごいすごい。そういうことやってる会場ってあんまないですよね。ないです。長瀬館長のところが多分同じ、まあね、同じ系統で、でもなかなかこの空間除菌と、ね、この光触媒っていうのがなかなか珍しいというか、もうバッチリですよ、感染対策はこれ、ね。あ、そうそう、すいません、ご紹介を遅れました。あ、すいません、バトスカフェ、すいません、バトスカフェ、ゆいがさんです。よろしくお願いします。はい、ゆいがです。そして久しぶりの、はい、トリプルセックス、山田太郎さん。お久しぶりでございます、山田太郎でございます。今日はトリプルシックスの T シャツで、はい、これ売りですか？これはもう去年の大ヒット作ですね。大ヒット作、もう団体としてかなりもらえた。これは、はい、去年これはもらえたやつ。これ半年遅れぐらいでいただけた。あれもらえないのジャージだっけ？ジャージがね、いつもらえなくて、大体半年から置いてからもらえるっていう。仕方ないからあげる。仕方ないからっていう。ということでよろしくお願いします。お願いします。お願いいたします。はい、ということで話は途中まで進んでしまいましたが、今コロナ対策でね、光触媒と、はい、それからプシューというやつですね。まあ、そうですね、空間除菌。空間除菌ね。あとはまあ当たり前ですけどね、検温とおててのチュッチュッというのはね、ちょっとやる。チュッチュ、おてチュッチュだ。こういうあれと、こういうあれをやった上に、その、はい、光触媒と空間のあれでピャピャッと、はい、ピュッとね、チュチュッとのピュッとが多いですね。入り口でブシャッとかけられるんですよ。ね、チュチュッとブチュッとプシュッという感じですね。で、除菌をしてもらえるという感じですね。はい、
はい、ということでどうですか、あの最近あもうね緊急事態宣言出ちゃっていろいろねまだ不自由な時間があのありますけれども、まあ、山田さん最近の緊急状況教えてもらっていいですか。まあ、そう、それまあ1月、うん、結構やっぱり緊急事態宣言出てから予定してた試合なくなっちゃったんですけど、うん、まあまああの去年の時と比べたら、うん、まあその、うん、今まあある程度今ねウィズコロナで進んでるところもあるんで、うん、まああの針の仕事の方とかはまあまあそんなに減ることもなくなんで、うんうん、まあまあ試合がなくなった分まあちょっとコンディションを整える時間がまあできたかなぐらいな、まあちょっとプラスにね、うん、考えられるぐらいな状況ではありますかね、うんうんうん、なんかあの4月のね去年の緊急事態宣言の時あのもうプロレスラーの皆さんみんな体が大きくなってましたよね。まあそうですね、やっぱりあのあの時でジムも空いてないし、うん、そのやっぱり練習とかで人と会うのも良くないみたいな、うん、でかといってじゃあ公園でトレーニングとか外で出歩くのがみたいなまでになっちゃうとね、うん、そうするとも家で食うしかないですからね。あ、食う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 、もともとやっぱレスラーってみんな普段は食うんで結局動かなくなるとその分やっぱり、うん、カロリー溜め込んじゃう、カロリー溜め込んじゃうんで、ね、結構筋肉がこうモリモリってなった人がね結構なんか、まあ、まあ本当に人よりけりだと思いますけど、うん、肉体改造のチャンスだって言って、うんうん、危ないもの売ってたかも、危ないものステロイド危ないもの売ってる人もいたかもわかんないですけどねまたまたそれほど言っちゃっていいんですかそれはね、でもいやでもそれはねこちらからはわかんないですからね、わかんないですからね、そうですよね。どう、山田さんどうだったんですか、その4月の時。4月5月はでも本当にもうあの、うん、結構4月は試合、4月5月試合が多かったのが全部なくなっちゃったんで、うん、でね、針のお仕事の方も全部1回なくなったんで、うん、まあまあ無収入状態になりながらも、うん、まあまあでもあの、まあ貯金はしてたんで、ね、どうにか、あの、まあまあ。まあでもやっぱ、まあ、まあでもやっぱですね、一番やっぱその、うん、まあ、まあ、ジム空いてないというのは別に近所の公園深夜でトレーニングとかしてましたけど、やっぱリングでの練習っていうのはやっぱあんまりやっちゃいけないみたいな空気になって、そういった練習できなかったのちょっときつかったんですね。やっぱり受け身取っとかないとね、いろいろ不安なん で、うん、持続化給付金もらって潤ったんじゃない。え、あ、持続化給付金、持続給付金はねいただきましたけどね、潤ったんじゃん。まあそれはもらえますよ。普段よりもいい収入になったんじゃん。いや、そんなことはない。そんなことはないですね。そんなことはないですよ。給付金バブルってやつですか。いやいや、もう何をおっしゃってます。そんなことないですよ。そんな稼いでないですから。なるほど。まあもう今、じゃあ今回のね、あの緊急事態では、まあまあ、あれです。まあもう特にもう、そこまで、まあ試合が、まあね、なくなったのは、まあ別にもう、うん、なんでコンディションを整えるちょっと時間ができたでしょ、うん、プラスに考えられるぐらい。だって 100% ゼロじゃないもんね、うん、まあ、あの時は本当に、ね、どこの団体もやってなかったから誰もがゼロだったけど、一応ね、だってトリプルシックスもやってるし、まあ、そうですね。山田さんの危機といったら骨折った時だね、本当あのねハッピーバースデー、ハッピーバースデー卓球ですね、うん、ハッピーバースデー自分の祝いを卓球で祝うっていう。もうあの時ね、本当残高200万円になった時はね、もう人生ちゃんと考えないといけないと思いましたからね。その反省を踏まえる貯金が、そう、その時のその貯蓄がこういう時に生きてくるっていう。はい、ということで、ゆいがさんどうですか最近は。そうですね、やっぱり試合は少ないっすね。うん、ねですよね。いやーって、もともと私、うん、あの、なんだろう、レギュラー団体はあまりなくて、うん、もう単発の試合が多かったんですよね、うん、あのイベント試合とか地方行ったりとかが多かったんで、それが軒並みなくなっちゃったって、このコロナで。だから興行その何ヶ月かにいっぺんやってた人たちも全然やらなくなってたりとかするんで、いま、うん、だにこう回復してこないですよね。なかなかトリプルシックスさんぐらいまともにレギュラーでいただいてるの。でそのだからイベント系の試合が全然なくなっちゃったから、うん、もういやー、でまあでも体もだいぶガタきてるから、まあまあ少し休めるいい機会なのかなとか、うん、まあ、なんかちょっと休む期間があると体をメンテナンスしたりとかってね、なんかそういう時間にもなれる。まあそうですね、うん、膝は楽だよね。ああそうかそうか膝はちょっと楽かな、うん、あのずっと連戦でやってる時よりはだいぶ、うんうん、ということでちょっと試合の話しましょうか。はい、はい、2月23日月曜、あ、火曜日ですね、火曜日です、はい、祝日ですね、板橋グリーンホール大会ということで、今回は
結構試合数多いですよね、内海ってね。そうですね。そうですね、まあ、トーナメントがあるんで、トーナメントで 1,2,3,4,5 試合予定ですからね。そうそうそう、ですよね。全9試合。これ試合順ってどうなってるんですか、今回は。試合順は、ちょっとそのトーナメントの兼ね合いでどうしようかなっていう、うん、ちょっとトーナメントがまたいろいろ複雑な事情がね。じゃあ、まあ、じゃあそのトーナメントをちょっと最後に言う感じにして、はいはい、これ乗ってる上から、ね、うん、お話ししていきます、いきなり。はい、行きましょう、行きましょう。はい、ということで、30分一本勝負ですね。田中実選手、高山達人選手のタッグチーム VS 城明選手、新井健一郎選手のタッグマッチですね。はい、30分一本勝負です。はい、ね、これ、ゆいがさんのプロデューサー的にはこれどんな感じでこのカードを組んだみたいな。私が見たかっただけだよ。それ以外に何の理由がある。私が見たかったっていう。はい、もうそれ一択なんで、いやもうメインでいいかな、この試合って。おお、いやでもすごい人たちが集まってますもん。でもほらトーナメントあるからね。でもこれ城明がね、城明胃がキリキリするでしょうね、このメンバー入ると。あのそう、あの、うん、稔さんのツイートでしたんだけど、ここ3人同級生らしいです。へえー、あ、そうなんですか。でもまあ見た目は4人とも変わんねえなって見た目はまあ4人とも同級生すれば分かんないんじゃねっていう、うんうん、この人がね、あまりにもここと同化してるって。この人は飛び抜けて若いんだけどね、一、うん、人だけ20代だから、ね、でもまあ見た感じなんか4人とも同級生ですわみたいな。ねえ、あの高山さんと稔さんって当たることはあってもあんまり組まないらしいんですよね。あ、そうだからね、2人並んでるのってなかなか見ないなと思って、うん、そうそう、だってもう金曜夜8時でもないか、まあ、もうその後かな、あの新日本がね、新日本プロレスだったりね、あの盛り上がってた時のね、それこそジュニアの、まあ、エースですかね。私があの一番新日ジュニア見てた時の人たちですね。もう90年代、90年代、そうそう、後半の、後半2000年代前半、前半の、ね、あのね、もう新日ジュニアを代表する素晴らしい選手ですね。そのタッグを組んでいただいて、うん、まあインディーでもなかなかいいタッグチームですね。この、うんうんうん、まあそうですね、うん、お上手な、そう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 、あのもっと日が当たった方がいいタッグチーム、うんうん、このタッグマッチがメインイベントになる可能性はあるんですか。そうそう、個人的にはここをメインにしたいなと。あ、な、完全にそれでもうあの自分は試合を終えて見たいっていうことですよ。完全に見たいってことですよね。完全に、ね、絶対あとで映像で見るじゃなくて生で見たいってことですよ。生で見たいでしょこれは。まあまあ確かに、まあまあまあ確かに、うん、いいカードですよ、ね、もうどう転ぶか、うん、まあそうですね、まあ、自分もちょっと新井選手とのタイトルマッチが、うん、まあ、まだ日程未定ですけどちょっと決まってるんで、やっぱそういった意味で新井選手の試合やっぱすごい注目してるんで、ね、あ、素晴らしい、まあ、でもね、疲れ切ってる可能性があるかも。まあそうですね、まあ、まあ昼のコンボさんから、まあ、いろんな事情を考えると、私は果たしてあのこの大会が終わった時どんなことになってるのか、1日で何試合してるのか。そう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 、ねえ、ということで、絶対これでもあの、ね、見逃さない方がいい試合ですね。なかなか、うん、多分この2人を組ませることができない、ね、うん、まあ、そうそう、スケジュールとか、まあ、いろんな兼ね合い的に、そうそう、なんか結賀さんコネクションならではのあれかな、かいいタイミングで空いてたっていう、まあ、まあ、ものすごい早くにオファーをかけたっていうのもあるんですけどね。アトスカフェっていい試合がね、こうなんかレアな試合が組めるんですよ、ね、組んでもらうんですよね。なんかすごくいいと思いますよ、この試合。あの私が思いつきで組むから、ね、あ、これ見たいっていう、あのそれだけで組むっていうやつなんで、絶対これはあの見逃さない方がいい試合、はい、もうね、生で見るに限る試合ですよ、ね、もう本当に、うん、30分で足りるのかっていう話なんだよね。あ、そっか、30分インポッシブルだから。ただでもね、8時にはお客さんを出さなきゃいけないんで、時間制限をつけなきゃいけないんですよ。あ、なるほど。この、 あの板橋グリーンホールは緊急事態明けても2月いっぱいはあの8時まででイベントを終えてくださいっていう。え、待って、8時完全撤収ですかって電話し聞いたら、いや、あの最悪お客さんを出していただければ大丈夫ですよ、ね、ああ、そうですね、じゃあ、まあ、完全撤収まで8時になったら偉い全試合10分1本勝負になっちゃう。いや、10分1本でも足りないね。ああ、そうか、うん、5時半開始は無理やね、多分完全撤収8時じゃ。そう考えるとちょっと前に落語がないのは寂しいかもしれません。そうなんですね、でもどこ削るか、そこしかない。やむを得ず、やむを得ず、それかもう会場した時に落語始まってるっていう新しいスタイル。会場して開演の頃にはもう終わってる、とっくに終わってるっていう、あの斬新な、これね、私が辛い。もうね、多分集中できないね。もうとにかくこれはもう、うん、あの今年
今年一番のいいカード、ね、まだ始まったばっかり始まったばっかりですけど、いやでも1年間のベストバウトを持っていけるカードでしょ、これ多分。まあ、確かに、いや、いい、確かに、いや、バトスカフェが新日ぐらい影響力があったらプロレス大賞のなんかベストバウト賞を狙えるようなカードですから。あの全く影響力がないんで残念ですけど。ということで、ネットの組織票に期待しましょう。そうですね、そうですね。じゃあ次の試合、はい、こちらですか、はい、3A マッチ、はい、3A マッチですね、はい、15分一本勝負、音量選手 VS 水木イオン選手 VS 弁天選手ですね。はい、お二人で表示してもらうとまたね、あの強襲な感じがしますけど、はい、この試合は、ゆいがさんどうでしょう。そうですね、あの、うん、私最近市川猿之助さんが好きすぎて歌舞伎を見に行ったんですけど、あの弁天ってあの歌舞伎のキャラなんですね、弁天小僧菊之助って、そこから持ってきてるキャラなんですね。でだからやっぱりあの間の取り方、見えの切り方っていうのがやっぱりあの普段のこの中の源太郎さん以上にやっぱりそれをすごく強く意識してやってくれて、で音量さんもやっぱりその間の取り方、見えの切り方、見せ方っていうのがすごくお上手な、まあ源太郎さんってもともと音量さんのことをやっぱり尊敬してるしっていうキャラに、まああのレッスルブレイン王者を放り込んでやれと。なるほど。まあちょっとなんていうか、まあそのまっすぐなプロレスじゃないっていうか、なんかでこうのらりくらりと、そういう中での見せ方っていうのをちょっと勉強してほしいかなっていう、はい、レスルブレイン王者に。なるほど、まさかの王者に勉強させるっていうね。学びの場まさかの王者を学びの場に持っていくというこの、ね、バトスカフェの狂った感じ。勉強マッチですね。うん、でも本当にあの歌舞伎ってすごく見せ方が勉強になるんです、見に行くと。あ、そうですよね。あのやっぱり何を言ってるか分かんないですよ、あの難しいんですよね、何言ってんだろうなって思うんですけど、やっぱりこのもうあの本当に見えの切り方とかにすごいんですね、うん、もう、まあ、あと市川猿之助さんがこう花道出てきただけで3階席のお客さんがみんなこうなるっていう。なっちゃいけないっていう、背中つけてみてくださいって言うのにみんなこうなるっていう。あ、やっぱそうなんだ。まあ、仕方ないですね、スター出てきたので、そりゃ。もうね、面白いですよ。水木リオンさん、勉強マッチ。そうね。はい、まあでもこの音量さんも弁天さんもね、いや本当に大丈夫ですよね、うん、動きがね、そのメリハリがあって、そうですね、だここにね、荒健さん放り込むっていうのも一つの考え方ではあったんですけど、不思議でちょっと深みのある、ちょっとね、それはまた後日、はい、それもいいですね。でこれは実際この音量選手も、まあ源田選手、弁天選手との試合というのは多分かなり久々だと思うので、ちょっとこの絡みも結構楽しみではありますね、やっぱり、はい、ということで次行きましょう。まあ、これがあれですか、ヒットしたら、ちなみにユイガさんの中での歌舞伎ブームが去ってなかったら、あのバトスカフェラ歌舞伎が、あ、バトスカフェスーパー歌舞伎が、スーパー歌舞伎、飛ぶんですか、飛ぶんですか、誰か飛ぶしか、飛んじゃねえかな。いやースーパー歌舞伎、天井からぶら下がって、天井からぶら下がって、ケースリシックスと言わなきゃ、ね、あそこでもつけられるあれがない、つけられないね、どっか違うところで人力で、あの足かなんかに紐くくって、うん、リングの上から逆さすりですか、逆さすりって、みんなでよいしょーって。お客さんちょっと一緒にいいですか、一緒にいいですか、ね、見れねえよ、まあ、まあでもコロナが明けたらそんな素敵な興行があるから、ね、面白い、あるかもしれない、ね、そうスーパー歌舞伎風プロレスみたいなね、まあこのね、ほらチーム白波あと4人いるしね、まあ、そうあの歌舞伎ファンが見たら絶対怒るやつね。見せらんない歌舞伎好きな人に。弁天はまだいいけど、多分ね、残り4人はちょっと見せられないかな。この人ね。もうバカにしてんのか歌舞伎って。ということで、はい、はい、15分一本勝負ですね。原学選手 VS 橋之助選手ですね。はい、これは橋之助ステップアップチャレンジマッチ。まあ、完全なチャレンジマッチですね。ステップアップ完全な、まあ、前回三上選手とやって、はいはい、じゃあまた系統の違う上の選手と当ててみよう。うん、ね、原選手に連絡したら、あ、いいですよって言って、橋之助にじゃあ原さんとやるって言ったら、やりますっていう。うん、橋之助も、うん、あの、なんだろうな、今やっぱり試合する場が少ないんだよね、身体能力はあるから、すごくもったいないなと思って、あの珍しくちょっと若手にチャンスを与えるバトスカフェってね、あんまりないんですけどね。本当、どこまでね、あの、うん、ちょっとインパクト残せるかっていう。うん、原学という高い壁相手に、いや本当ですね、まあそうそう、三上さんとはもうまるっきり系統が違うので、ね、まあ、本当そうですね、
うん、原さんもいつもからいい体キープしてますよね。ね、狂ったような練習してますからね。ね、もう本当に、うん、それしかすることないんだこの人。趣味トレーニング、ね、趣味トレーニング。工事と一緒。あ、なるほど。竹田工事さんもすごいもん、ね。趣味トレーニング、特技トレーニング。なるほど。永遠とトレーニング。そうそうそう。そういう人たちなんじゃないですかね。でもプロとして素晴らしいですよ。そういう意味では、ね、まあ、そういった意味ではね、なんかこの橋之助のその殻作りのヒントとかもなんか、ね、得るものがあればね。そうそう、あの、そういうので仲良くなって、また例えばじゃ原さんが工業やるときに、じゃ橋之助くん出てとかってなってくれれば、まあうちとしては一番いいかな。あとは逆にね、その原さんの練習を入れようとかっていうので。そう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 。ああ、そうか、そういう関係でね。で、まあ、キャリアが近いところで清水ライトもここの組み合わせだから、ね、確かに足短いけど、まあでも、まあでも足短い、今でも太いですからね。太い短くて太いからね。あの、菊太郎さんがそのライガーさんに足が短いっていうのをリッキーさんと俺とで乗り込んでくれたら、いや清水ライトが一番短いですよ、最終兵器だって言ってました。最終兵器、うん、リーサルウェポン、リーサルウェポン、まあまあね、あのこの二人のどういう感じになりそうですかね。まあ、まさにあの足之助さんですね。あ、原さんの蹴りを体験してみろよ、うん、と。そうそう、まあそうですね、私あのこの辺紫になりましたからね、蹴られて、まあね、あと蹴りだけでもその関節のテクニックとか入り方とか、そうですね、うん、いろんなものを、うんうん、まずこのキャリアの時っていろんな人とやっていろんなものを吸収して、どれが自分が吸収できるかとかしたいかっていうのを考えたら一番いいと思う、ね、ああなるほどね。そうそうそう、あの、うん、何が合うかっていうのは分かんないんで、うん、今日は今回は勉強マッチが2つ、そうそうだね、勉強珍しいよバトスカフェ、どうしたの、ちょっと学びの方が、令和のバトスカフェはおかしいぞ、ちょっと教育プロレスってことで、教育プロレスだ、教育プロレスコロナ禍のバトスカフェはおかしいぞ。はい、ということで、はい、さあ問題作、問題の試合ですね。問題作の試合ですね。ね、こちらちょっとあのルールをちょっと説明してもらっていいですか。はい、まず、うん、まあ、レッスルブレインジュニア次期挑戦者決定トーナメント、うんうん、はい、ということで、うん、まあ、優勝した人がワンデートーナメントで優勝した人が次に、うん、次回見つけるように、はい、のベルトに挑戦をすると、ね、うん、なるほど、はい、で決勝戦が時間無制限一本勝負、はい、でそれまでは10分一本勝負ということ、はい、これ試合数何気に多いですよね。5試合ですね。5試合ですよね、これね、うん、で全部シングルマッチという、はい、なかなかでもこれはね、私はすごいなと思うのは、そう、あ、ちょっと出場選手をちょっとご紹介しましょうか、はい、じゃあ1回戦は山田太郎選手 VS 優雅選手と、はい、あれ隣り合わせだ、はい、本当にもうね、隣の人と戦うというか、何気に意外とシングルはしたことはあるっていう、実は、あ、実は意外と、実はちょいちょいやってる、まあでもこれシングルマッチって形でちゃんとリングでやるっていうのは、うんうん、そんなにない、そんなにないですよね、うん、なんかあの、うん、マットプロレスとかだったり、あとはなんかあの全員ユイガさんの全員掛けとかっていうあれとかであったり、うん、シングルってやりましたけど、うん、 ですね、うん、あと源太郎さんに怒られてたやつね、そうですね。まあでもまあこのね10分っていう試合時間でどうやって、ね、うん、ね、決着をつけるか、これだって引き分けると両者失格ですからね。ああ、引き分けると、なるほど、両者失格なんですよ、へー、そういうことなんだ、そうそう、引き分けると消えちゃいますから2人とも、うん、そうなんだ、だからその10分の中で勝ち切るっていうその難しさですね、うん、まあそうですね、まあ私は丸め込みのね数々があるので、うん、ああ、私関節私関節技関節の蹴り、ね、手の内は今見せてもらいます、あ、ちょっとお互いに手を、あと最悪あのギャラ減らすぞって耳元でささやく、おい、お前主催者に逆らったらギャラどうなるか分かってんだよなっていう、まあでもそしたらね、あのクーデターおかしかったあんな試合数やらせて投げてんだって言ってた、試合数あるんですか、あるんですか、試合数そんなにねえ、まあ、あの遠巻きに聞こえてきますけど、山田太郎さん、はい、優雅さんにこき使われてるって噂があるんですけど、そうですよね、まあ一回じゃあちょっとこの試合を見て、じゃあ次こっちね、この、はい、で、阿部文則選手 VS 武田浩二選手、この試合はね、これはね、これはいい試合ですね、むちゃくちゃ見たい、これは、ね、結構これは、うん、昨今 の、ね、あのプロレスファンたちをね、うん、このシングルがやるなんてっていう、うん、でポッとこうトーナメントで1回戦でこの2人が当たっちゃうっていうのが、そうですね、これがまたね、あのバトスカフェのいいところ、そう、
今素晴らしい。で久しぶりですよ、阿部文則選手。そうなんです、阿部君、ね、売れっ子すぎてスケジュールがなかなか取れない、ね、確かに、ね、本当毎日試合してますもんね。いや彼もいい選手でした。武田浩二選手もね、体もいいし、いい選手ですから ね、 ね、ただやっぱり、うん、ね、あの阿部君の阿部選手の、ね、うん、あのキャリアというかもう、うん、いろんなところで本当いろんな選手やってきてるんで、やっぱりそういった意味では全然やっぱり工事とはもう修羅、うん、くぐった修羅場の数が違うん で、 あで、まあね、同じトリプルシックスとしてはやっぱ工事を応援したいとかありますけども、うん、で、ね、2人ともやっぱ年齢近いとかありますけども、うん、まあ、工事逆にこのシングルでいろいろ学ぶものもね、うん、あるんじゃないかなっていう、ね、うん、また教育のプロセスになっちゃうけど、まあ、でも下克上狙ってほしいけど、まあ、でも逆にそれはもうもちろん単純にここで逆に工事が阿部君からね、うん、直接取るようなことがあれば一気に序列変わりますからね、うん、本当ね、ね、ここはすごく興味深いわ。この2人はね、あのシングルで当たったことそんなないんじゃないですか。ないと思いますね。トリプルシックスとか6人とかで当たってるかもね。そう、6人タッグとかではあってもシングルっていうのは多分、トリプルシックスでシングル試合があまりない、まあ、ないですからね。いや本当にね、これを見逃さずにっていう、本当に見逃せない試合いっぱいありますもん。ね、10分一本勝負って短い時間なんで、どこまで2人その勝負に、ね、行くタイミングとかつかめるかって意味ではやっぱその、うん、やっぱり引き分けたら両者失格になっちゃうんで、うんうん、どこまで勝ちを狙いつつっていうのをできるかっていうのはちょっと楽しみな試合でありますね。うん、ね、そうですね。でそして勝ち上がると、はい、山田太郎選手と結賀選手が勝ち上がると、はい、今度飛鳥の選手との対戦になるんですね。このために来日してくれて、私がマネージングをマネージャーを務めている飛鳥選手がね、あの、コロナ禍でも来てもらって、コロナ禍でもね、よく海外から来れましたね。やっぱりあの事前にビザやって、あのもうあの早く来て2週間、2月の頭に入っても2週間の隔離をして、ちゃんとね、やっていただけるんでいいんですけどね。本当もう不安なのはですね、本当これ山田太郎勝ち上がったらこれどうしようっていや僕もね、あれ、うん、あの今無党派プロレスというところのチャンピオンである以上ね、あの、うん、むざむざと負けるわけにはいかないんですが、うん、あの勝ち上がった場合ね、まあ、この飛鳥選手ね、まあ、私マネージャー務めてる選手とはいえ、うん、ちょっとね、あの、うん、ちょっと不安要素があの、このシングルマッチが、まあ、まあいいじゃないの、身内対決、まあ身内対決ね、血で血を洗う身内対決、血で洗う高血がね、どうしましょうね、でも飛鳥さんみたいないい女に手あげられないな本当はまあ一回戦で消えていた。いやでもね、やっぱそうするとやはりね、あの無党派の覇王としてのね、銀次がありますもん、ね、大丈夫で私が覇王になるかもしれない。いやいやいや私が荒木さんとやるよ。いやいやいや本当怖いですわ、この試合どうなるんでしょうね、ちょっと楽しみだな。もう一個の方もね、もう一方でほら、阿部文則選手と武田浩二選手と勝ち上がった人が、神楽選手ですね。そうですね、まあ、これ教育マッチですか。この神楽選手はね、あの私のメキシコ時代の、まあ、海外での私のねリングネームが神楽でやってるんで、まあ、そのキャラではあるんですが、まあまあ逆にこれは僕としてはね、まあ、神楽としてはどっちが上がってきても、まあまあいつも通り正々堂々悪いことして勝つっていう、悪いことして正々堂々悪いこと、いいね、この試合で、ね、そんなに僕はね、あのもう逆に楽しみで、あのあ、なるほど、どっちとやれるのもすごい楽しみであるんで、ね、まあそれは全然いいんですがね、あの、まあ、問題としてはですよ、はやはりあの、まあ、仮に山田が勝ち上がって飛鳥選手とやって、またこれ山田が勝ち上がったとして、でこっち神楽が勝ち上がってきた場合、これはどうするんだどうするんですかね、これね、あのそもそもオファーの段階で、まあ、結賀さんから あの何キャラかやってもらっていいって言われたんですよ ね、 あの山田と神楽と出てるんで飛鳥とかもできるって、まあ、別に、ね、1日3試合4試合ぐらい全然できるんで、ね、いいですよって言って、したらあの発表されるカードに僕の名前がことごとく入ってないんですよえって思って、これなんだろう、結局山田だけになったのかななんて思ったら、これが発表されたわけですよ、ねえねえ、そうそう、これあのね、ちょっとあの不自然な休憩時間がいろいろ発生するんじゃないかなっていう不自然な休憩時間ね、不自然な休憩時間、インフォメーションコーナーとか、ねえ、どうなるのか、俺そういった意味でもちょっと精神的にもうここ潰されに来てるのかなっていうね精神的に、いや楽しみですね、どうなるかね、本当、いや誰が誰が勝ち上がるか、そうそう、本当にこれぜひ楽しみしてほしいな、みんな、どういうね、その勝ち上がり方みんなしていくのか、これ場合によっては入場曲が鳴ってる間に入場しなかったらあの失格になりますなんて言われたら入場できないパターンが
考えられる自体がね。それをちゃんと入場曲が、ね、出てくる前に流してもらったよかったです。それは聞いてまず一つ安心しました。いやいや楽しみ楽しみ。いや無茶な顔ですね。でもまあ優勝したらあの水木リオンのベルトに、ね、まあそうですね。さすがにそれはこの日じゃないですもんね。いやさすがにさすがにね。あの水木リオンはあの勉強させられてる。勉強させられてる、うん、なるほど。でもこの試合とこなしてこのまま今日挑戦できますって言ってもね勝てる気しないですよ。3試合やった上で、うん、ねあのチャンピオンの対戦になっていったら、ね、なんでこっちがそんなハンディを追ってるんだよって。そうそう、ね、このカード見られて本当にお笑いしましたね。いやでもやるなーって僕もあのねツイッターでタグ付けされてこのカード見た時に目を疑いました。えっと、いやー、ゆいがさん、もう、ヨガさんもなんか武器使ってるなと思って。いやー、だって、カード当てはめてったら、3人ともはここしかないな。まあ、本当ね、まあ、本当ね、もう。リオンの代わりにアスカマっていうのを考えたんだけど。あー、でもね、でも、そうしたらちょっと趣旨がずれちゃう。そうね。リオンここに入れても、ね。そうですね、だって、あの、挑戦者決定トーナメントっていう時に、なんでチャンピオン入ってたんですか。なぜかチャンピオン入ってた。チャンピオンが挑戦者決定トーナメント。むしろそこでチャンピオンが負けてたら、じゃあもうベルト移動なのってなりますからね。そうなるとねこうなっちゃった。笑えるもん。またね例えばこうじゃあ橋之助と当てたとしたらちょっとやっぱ系統的に三上さんに近いから、うん、そうなあんまりそうあの橋之助ここに原さん入れるのもちょっとなと思って。まあちょっと強すぎますね、うん、ちょっとまあ注目はあまずは1回戦のねお二人と、はい、4人のそうですね。まあまあそうですね、うん。でその後どう展開するのか、本当裏方も含めてね、裏のそのドタバタも含めて、まあそうですね、これはもうね会場に来た人だけが、そう本当に、ね、あの楽しんでもらえるといいなと思いますけどね。ちなみになんかまた有料配信とか考えてるんですか？ツイキャスどうしようかなと思って、人が必要になるからね、まあ、それを持つ人もね。ね本当にね、2000円でね、あのやってね、5人、10人しか見なかったらね、うん、赤字になっちゃいますからね。そうなんですね。でも面白いですね、これ、裏の方ちょっと撮影してもらうと、もう大変な見えちゃいけないものが見えちゃうじゃないですか。ドタバタ、ドタバタみたいな。ということでこういうのも全部ひっくるめてのバトスカフェですね。そうあのね、はい、毎回バトスカフェ思うんですけど消化しきれない消化しきれない混沌状態、ね、何かしらのねあのそうカオスがどこかしらに潜んでる。そうでもねこのトーナメント面白いのでぜひねあの他のカードもぜひ、まあ、そうですねやっぱりそうそうそう、ね、やっぱり結賀さんがメイン候補って言ったこの試合とかやっぱりあの見たい普通に、ね、いいカードが多いと思いますので、うん、ぜひぜひ、ねぜひ見に来てください。そのメンバーもトーナメントに入れるわけにいかなかったしね。いやそうですもう田中みのるこのトーナメント入ったらひっくり返るでしょみんな。いやひっくり返りますよそれ。リオンが泣いちゃうと思った。いやって言うみたいな。まあ仮にそんな全員バッて入れたらもう大変なことになりますからね。もう各試合5分1本勝負にしないと回んなくなります。そうですね。ということで、トーナメントだけでも5試合あるし、その他に1、3試合ですからね。8試合ね、東京ドームクラスですよね。そうですね、東京ドームクラスですよ、8試合なんか。やったね、すごい。これで値段いつもと一緒だから、もうお得、お得。これ、あの、ちなみにですけど、私のギャラちょっと上がるんですよね。ん？あの私ギャラの額とか聞いてないですけど、あれあれ？なんか耳遠くなった。さあそうなってるのもそう初めて。ここにアクリル板があるからちょっと聞こえないな。ね果たしてあのそういった事情が私もどうなってるのか当日が楽しみでございます。そう山田さんのねそのね動きをちょっと楽しみする。ね、お客さんが入らないことにはギャラも払えなくなっちゃうからね。まずちょっとねお客さん来てほしいな。まあでもね本当に。緊急事態で大変な中だと思うんですが、うんまあ、延長されそうな気はするので、まあ、まあでもまあ逆に、ね、そういう今だからこそ組めるカードっていうあれでもあるので、ね、そう皆さんのスケジュールが取りやすいからこそ組めた部分もあるし、うんまあ、この感染対策も、うん、こういう本当にしっかりやってくれる会社さんが協力していただけるっていうことでやってるんで、はい、ぜひぜひ安心して、はいではい、あのちゃんと8時には終わるんで8時にはもう終わります。お客さんは出さないといけない出すんで、なんかいつもよりはちょっと早めに終われるのに、まあ、これ祭日なんでね、まあ、まあそうですね、皆さん次の日お仕事でしょうから、うん、まあそういった意味ではね、うん、で本当だったら、ね、早く終わんだったらね皆さん飲みに行って帰りたいってあるかもしれないですけど、まあそこはちょっと我慢していただいて、もうちょっとの我慢、
ね、本当。でもそうか、あの8時に出るとお店屋さんやってないんだ。そうなんですよ。23時はやってるかな。まあ延長にならなきゃ、延長になってなかったらね、あるかもしれないけど、まあまあそこはまあ。でもあのキッチンカーは、あのワニアルトドのキッチンカーはあるんで、はい、一応飲食はできる。できる。はい。うん、なるほど。あの商店街がね、結構美味しいお店いっぱいあるんですよね。そうなんですよ。場所ね、あそこは、うん、そうそう。まあまあちょっと早く来て。うん、あ、そう早く来てご飯食べてからもね、行くってのもありですね。はい、ということでありがとうございました。2月23日、火曜日ですよ、はい、2月23日火曜日祝日、板橋グリーンホールですね、17時会場、17時30分開始ということで、ぜひよろしくお願いしたいと思います。で、選手の皆さんにですね、チケットは、はい、お願いすれば購入できますので、はい、チケットはこちらまでって言って、はい、各選手みんな喜んで取り付いてくれます、はい、SNS、Twitter、はい、あと、はい、あとは、まあ、また当日券もね、多分魔法の言葉で前売り料金になるものがあると思いますので、あとピアで、自由席ならピアでも、ピアでも自由席だけはピアでも出てるので、はい、どれでもお好きな方法で、はい、そうですね、でも選手はこう頼んでくれると喜ぶ。そうですね、八幡太郎か神楽か飛鳥間さんのツイッターにね、あの連絡いただけましたら、あの私が喜びますので、いい席を用意いたしますすごい営業のなんかこう営業員がいっぱいいますね営業員が選手みんな喜びますはい、はい、ということで、じゃあ最後一言ずついただいて終わりしましょうか。はい、はい、じゃあ、まあ、どちらからでも、はい、どうぞ。じゃあ一応僕が、じゃあ言いましょう、はい、まあまあまあそうですね、まあ、この緊急事態宣言下でもやっぱね、エンターテインメント、プロレスの日は、消さないということで、はい、まあ、ぜひぜひあのこのコロナ気をつけながらも皆さんを楽しませるようなね、楽し、ね、熱くなっていただけるような試合を、ね、できるよう頑張りますので、ぜひぜひ当日会場でお会いできたらなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そしてゆうかさんお願いします。はい、まあバトスカフェもういつも通りですよ、もうみんなあの好き勝手に自由にやる団体なんで、うちはあの好き勝手に自由に面白い試合を見せてくれると思います。それとあと今後の日程として5月29日に板橋グリーンホールで土曜日、うん、昼夜で1日ゆいが20周年興行をちょっと遅ればせながらやります。本当は後楽園でやりたかったんですけど、うん、ちょっとこのコロナで、まあ、今の厳しいなと思って、いろんなことがやっぱり協賛とかも取らなきゃいけないだろう、食器とかだと、でもそういうのもちょっとお願いしにくいかな、状況的にっていうのがあるんで、まあ今じゃないんだと、うんうん、まあ、やれる時が来たらやれるということで、まあ今回はやっぱり板橋グリーンホールで好き勝手をやろう、はい、そうデスマッチだけですからね、できないな、あそこ、それ以外のことはもう好き勝手やりまくれるんで、はい、それこそそろそろ落語もやりたい、あ、いいですね、クイズもやりたいみたいな、あ、クイズいいですね、やりたいことがいっぱいあるんで、じゃあ全部混ぜましょうか、落語とクイズと歌舞伎、ね、そうそう、歌舞伎全部混ぜて、あのもう誰か知り合いに、市川猿之助さんの知り合いの方はいらっしゃいませんかとか、あ、会場に花束届いただけで、ゆいかさん失禁するんじゃないですか、失禁あれじゃ、テレビで見ててもわーって思うのに、あ、笑顔が素敵っていつも。なるほど。じゃあ、あのこれをご覧の市川猿之助さんとゆかりのある方はぜひぜひ、まあまあ、市川猿之助さん直接でもいいわけですね、直接でもいいわけですね、本人が一番ですね、おはい僕ですみたいな、本人見てたらもう大変な、ね、そしたらもうバトスカフェ最前列ご用意いたしますのでもうなんならリングの面積作っちゃうよ、あ、リングの面積ということでありがとうございました、はい、じゃあ最後に言いましょうか、はい、はい、プロレス大好き大臣よ、ありがとうございました。サブミッション。悔し涙、マスクの下。